シャギードックストーリーとは極端に長い小話の一種であまり脈絡のない出来事が次々と述べられアンチクライマックス的もしくは意味不明な結末を迎えるというものである。シャギードックストーリーはジョークに対する聞き手の先入感を笑いの種にしている。聞き手は物語に耳を傾けながら先の展開を予想するがその予想は完全に覆えされたり、 思いもよらなかった角度から答えられたりする。シャギードックストーリーは時に5分以上も続くことがあり、語り手が長時間にわたって、聴衆の注目を引きつけておきながら、結末に全く意味がなく、何のために聞いていたかわからないという点に、面白さがある。長々とした作り話を語るという意味の英語の、イディオム、スピン、エイヤーンは、 このような語りの性質を一紡ぎに例えて表したものである。毛むくじゃらな犬の小話が原型となって長々とした容量を得ないジョークの形式が生まれた。シャギードックストーリーは毛むくじゃらな犬が登場する何らかの小話を原型として成立したと一般に信じられている。その小話では問題の犬がどれほど毛むくじゃらかが繰り返し描写され、 物語がクライマックスを迎えたところで、登場人物の一人が犬を見て、そんなにくじゃらじゃないなと述べる。最後に、オチがあるだろうという聞き手の期待はここで裏切られる、ことになる。テッド後編は、原型的なシャギードッグストーリーとして、以下の例を紹介している。とんでもなくくじゃらない犬を飼っている少年がいた。こいつは相当なくじゃらだ。人々は口々に言った。 少年は毛むくじゃらなイのコンテストが存在することを知り参加することにした。少年の犬は町内大会でも地区大会でも毛むくじゃらさでは負け知らずだった。少年はどんどん大きな大会を求め、とうとう毛むくじゃらない犬の世界大会にエントリーした。出場権を人当たり見分した審査員たちは少年の犬について表を述べた。 そんなにケむくじゃらじゃないなしかし、上記の小話がこのジャンルの名の元となった原型だとは、考えない、専門家もいる。例えば、エリック・パートリッチは、これと大きく異なる小話を挙げている。また、ウィリアム・モリスとメアリー・モリスも、著書ザ、モリス・ディクショナリー・オブ・ワード・アンド・フレーズ・オリジンズに、別の話を載せている。パートリッチとモリスはどちらも、けむくじゃらないヌを探す広告が、 タイムズ紙に掲載された話を原型と唱えている。パートリッチの説では、広告は、パークレーンに住む貴族の一家が迷子になった犬を探す、ために出したものである。あるアメリカ人が広告に応じて、ロンドンでけむくじゃらない犬を拾って、大西洋の対岸まで連れてきたことを伝えてくる。犬を引き取るためにはるばる、アメリカまでやってきた羊は、一目見るなり、かかとを返す。 それほど煙ムじゃらではありませんな。モリスが採用した小話では、広告主は、世界で最も煙ムじゃらないのを決める大会を開催しようとしている。先行の過程が、長々と描写された後で、主催者の貴族は優勝権と対面して述べる。それほど煙ムじゃらとは思えぬが、マーク・トウェインの旅行記、西部放浪記には、典型的なシャギー・ドックストーリーが含まれている。 トウェインは友人たちからジム・ブレインという男性が泥酔しているところを訪ねて、そいつのじいさんが飼っていた追いぼれお羊についての痛快な物語を買うように勧められる。トウェインはすでにその話を聞かされた友人たちの様子を見て興味を覚え、年老いた銀行婦であるブレインを探し出す。ブレインはトウェインと同行の友人たちに物語を始めるが、問題のお羊は 最初に触れられるだけで、それから、開業なしで4ページにわたって、散発的に笑いが差し挟まれる外は盛り上がりに欠ける、話が続けられる。そこでは、多くの話が語られるが、いずれも直前の話とのつながりはあやふやで、老いぼれを羊とは、何の関係もない。例えば、釜茹でにされた、宣教師の話や、看護オケを売り歩くセールスマンの妻から疑眼1個。 義足一本とカツラを借りた女性の話、絨毯工場の機械に巻き込まれて死んだ男の未亡人が夫の体が織り込まれた絨毯を買い求めた話、などである。ブレインは絨毯男の葬式について話しながら眠り込んでしまう。トウェインが目をやると友人たちは苦しげに笑いをこらえていた。彼らが明かしたところによると、ブレインが何杯か引っ掛けると決まって、 まるで何かの儀式みたいに、じいさんが飼っていた追いぼれお羊についての冒険談を、ぶち始めて、止めようとしても聞きやしない。そして、最初のたった一言以外にお羊について聞き出すことが、できた奴は誰もいないんだシャギードックストーリーの中でも、有名なものに、へそに銀のネジがねじ込まれて生まれた男の話がある。男は、それが気に入らず、ネジを抜く方法を求めて、 旅に出るが、思ってもいなかった結末を迎える。ハーマン・メルビルの、白芸はこの小話を長編海洋文学として、語り直したものだと見ることができる。ここ、メインマストに打ち付けたドブロン金貨、こいつは、船のへそだ。船員どもは一人残らず、金貨をいただこうと躍起になってやがる。だがよ、へそを引っこ抜いたら腹綿はどうなる。と言っても、ここにくっついたままでもよかあねえ。 マストにランモンが打ち付けてあるのは、お先真っ暗だっていう印だからなその上、エーハブ船長は明らかに、足が残っている間に諦めておくべきだった男で、ある。アイザック・アシモフの短編集、木星カイマスには、シャーギード・ジーという作品が収録されている。アシモフは解説の文章で同作を、シャギードックストーリーだと明言し、タイトルは、シャギードックにかけたものだと述べている。 ネジを抜いたら尻が落っこちてしまったというのが一例。ありがとうございます。